紙とは、律令制において、式部省及び大学寮で行われていた試験を指す。式部省においては、各種官任登用試験を指し、大学寮及び地方の国学では、10日ごとに行われる通常の春味に対して、学年末試験に相当する年をわりみや、卒業試験に相当する大興味などの各種試験を指した。また、式部省で行われる 官任登用試験を講師と呼ぶ場合もある。式部長では、法略策を論じる秀才、大学寮の本家である、妙業道を論じる妙業、事務策を論じる紳士、妙暴道を論じる妙暴の4つがあり、大学寮もしくは国学を卒業した者に、受験資格があった。なお、妙暴博士の設置は、大法律寮制定後であるため、 明暴が成立したのは、養老律令においてと考えられている。秀裁は、法略作2編、明行は、公共、論語から3問及び他の儒教協典から3もしくは4問、紳士は、事務作2編及び、文献、自我の常味、明暴は、律令から10問が出題された。成績は、秀裁、明行は5段階、紳士、 病暴は3段階にて評価され、最低の評価以外はいずれも、九大とされたが、試験は難問で九大できないものも多かった。大学寮では年終わり身が、毎年7月に開かれ、通常の準備が博士によって行われたのに対して、大学頭、大学助が出題を担当した。過去1年間の学習範囲から8問出され、4問以上正解なら、合格、 反対に3問以下で落第となり、それが3年続けば、退学処分となった。王虚味は学科により異なり、明行道では、公共、論語を含めた4つの儒教教典を習得したものに、対して行われ10問中7問以上正解なら、9代とされ、明暴道では、律令から出された1問中8問以上正解なら、9代、3道では9問中6問以上正解なら、 九大、書道では、実技試験で三段階評価のうち、第一等と第二等を九大と判断した。なお、技術的学科の要素があった三道と書道の、卒業者は、式部省の試験を振ることなく、任間が行われた。なお、国学においては、国史の学識を有する者が、出題者の役目を担当した。だが、天平二年に行われた。 特行生と文章生の設置が可視制度に大きな影響を与えることになる。前者は学生の中から将来の博士、官人候補生を内部選抜するものであり、結果的に従来は卒業生イコール官人候補生という前提で行われていた卒業試験である大興味を境外化させた。その結果、特行生を選抜する特行生みが事実上の卒業試験となり、 演技13年には、式部署の科史受験資格が特要性部任から7年以上に変更された。漢文学と歴史学を担当する、紀伝道とその学生である文章生は、それまで秀才と紳士の試験が設置されながら、そのために必要な知識を教える学科が存在しないという矛盾の克服が理由の一つにあったと言われている。だが、紀伝道の人気が、 文学尊重の貴族社会の中で高まって、本来の大学寮本家である、妙業道を圧倒する勢いとなった。こうした状況下で、文章生になることすら、非常に困難となっていった。このため、文章生首謀者の増大に対して、延暦年上以後、文章生未と呼ばれる、文章生としての入学試験が行われるようになった。さらに上元年間に入ると、この過程の中で、 出題形式の難解さから受験者数が少なかった新紙が廃止され、代わりに式部長が文章生未と文章生特業生未を担当し、大学寮は文章生未を受験資格者である気分章生を選抜する寮民のみを担当することになった。式部長が担当する試験は賞味と称されていたが、新紙廃止後に唯一の文章特業生による試験となった集裁と、 文章特行政味が実質重複するようになったため、仲裁イコール文章特行政味と扱われて、さらに対策とも呼ばれるようになった。これに対して、文章政味には先に廃止された紳士の故障が別名として用いられるようになっていった。なお、転薬料においても、大学料や国学に準じた講師、歌詞制度が存在した。転薬料に属する異性、薬性は、 医博士、ハリ博士が月に一度、天薬頭、天薬助が一気に一度春美に相当する試験を行い、宮内教、宮内佑が年終わり身を行った。神は、式部長が行い異性、ハリ性共に四種の医学書から十問を出し、八問以上を九代とした。異性の全問正解者は十八位下、それ以外は大創以上に除され、ハリ性は、 それぞれ一回下に除された。なお、不合格でも実技優秀で、医療に問題のないものは救済される規定もあった。ありがとうございます。